釣った魚を料理する煮付け編。まあ、先日というかもうかなり前になってしまいましたが、友人と一緒に釣りに行ってまいりまして、まあ、その際に根魚を中心に20匹ほど釣り上げまして、まあ、そのうちサイズが良かったものを持ち帰り調理して食べてみました。まあ、こちら、まず魚については可能な限り釣り上げた直後に、 魚の頭の後ろの部分にナイフなどを入れて血抜きを行った方が美味しくいただけます。また帰宅した直後にすぐに鱗を取ったり魚の腹を出していただきますと、まあ、さらに美味しくいただけますので参考にしていただきたいんですが、まあ、こういった魚をさばく際には出馬包丁と鱗取りがあると 簡単に処理ができるようになります。大、ま、体、あ、いい手のひらサイズぐらいの魚であれば、1分か1分半程度あれば処理できるようになるんじゃないかと思われますが、今回は運良く生地タが釣れましたので、まあ、こちらに隠し包丁を入れて煮付けていただきました。味付けについては、ホットペッパーのレシピを参考にし、 醤油、みりん、砂糖を大さじ3、酒を大さじ1、水を50ミリリットル入れ、アルミホイルで落とし蓋をし、6分ほど煮込みました。こちらが完成した生地畑の煮付けでございますが、本当にですね、ふわとろで非常に美味しかったんですけども、まあ、現在、コロナ禍ということもあり、まあ、こういった釣りという趣味が拡大しているようでございますが、 皆様、こういった自分で釣った魚については、生で食べないようにしてください。食中毒の可能性がございますので、必ず火を入れて調理をしていただき、まあ、こういった魚を釣る醍醐味というものを楽しんでいただければなと思います。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。